早っ、早技でいくっすね。自宅であんまりないっすね。自宅でフグ、自宅でフグ。取り切れました。いただきました。よし、めっちゃ動いてる。まだ動いてる。はい、めっちゃ。当たりがよくわかんないね。自宅でフグの、なんて言えばいいんだろうなって思いますけど、すごいなぁ。このフグさんには、やっぱテトラなんとかっていうやつは肝はダメなんですね。はい、テトロドトキシンってやつですね。あ、それですよね。はい、はい、やっぱさばきがもうフグシロ DJ ナイス DJ。 あれ、めちゃくちゃブツですか。でっけぇ、でっけぇでしょ。フグこうやってブツで食えることはないから。確かに今何が始まったのか温泉したのか。でもフグさばくにはいいですよね。これ見て、今もうバリバリ早いのさばいてる。もう見て、ちょっと収縮してますもん。いや、ね、動いとね、動いてますよね。もうこれ見て、ピクピクなるようやろ。動いてる、動いてる、動いてる。あ、そういう気づいてない。なるほど、なるほど。気づいてない。まだこうなってる。ここ見てください、長野さん。バリバリプキプキやろ。はい、バキバキっすね。気づいてないと。今まだ動いてる。多分焼かれて初めて気づく。やば。本当のフグの身のプリプリ感味わってます。あのポン酢ともみじおろしの味わってます。じゃないやつ。主にポン酢を食べてますからね。ポン酢待って食べてますからね。これですよ。これがフグだよね。うわー、動いてる。フグバーベキューですよ、これ。フグバーベキュー。バーベキュー、フグバーベキュー。フグバーベキューやばいね。すごい、そんなことある。フグバーベキューやばいね。さあ、これでコロナを乗り切ろう。はい、イエーイ。コロナを乗り切るぞ。イエーイ。乗り切れました。乗り切れました。いただきました。もう乗り切った。コロナ乗り切れました。俺マジデッサにしたら何枚くらいにやるデッサにする。デッサにしたらもうこのテーブル全部ぐらいはなるほどね。次行けますよ。デッサにしたらやばいよ。デッサにしたらほんと2キロだもんね。すごい。大丈夫、着物毒の部分はどこにあるんですか。あれがダメだ。よっしゃ、よっしゃ、行ってきよ。よっしゃ、行ってきよ。よっしゃ、行ってきよ。奥さんにちょっとあげて。奥さんにあげて。麻薬よりもこっちの方がいい。もっと気持ち、もっとあんの。先生、ダメだ。うわー。ちょ、
ずまずまずみんな箸取ろう。これも絶妙だじゃん。え？これキモやん。これキモ。これもキモ。これもう行かなきゃダメ。キモ。キモ行くしかない。まだ助手を食べてください。勉強します。やばなさ。これがフグの味で、これね、今みたいにあれ本当に無理じゃん。もう硬くてこんなに噛めないってこと。だから薄切りになるっちゃう。薄切りも硬いですからね。いいでしょ。フグ BBQ。まだ動く。ほらすっごい。大丈夫だ。おお。あそうそうそう。これこれこれ。あ、すごいめっちゃ動いてる。まだ動いてる。はい、めっちゃすごい筋肉締まります。まだね、ほんとね、記憶喪失の状態だし今、分かってないだけ、まあ、分かってないらしいって、あの身も、そうだから、ね、あのプリプリ感があるらしい。まだ気づいてない。あの弾力あの弾力、あの弾力すごくない？すごい。僕さっきのこれ、あ、はい、これがうぐす骨って言って、はい、なんすか、あのフグ一匹に1個しかない。ただあのフグ一匹に1個しかない部位あるんですけど、カマ言ってください。カマやばいっしょ。カマじゃなくてここですね、一番。俺はいつも食べてる。山田さん、俺はいつも食べてる。森田さんがそれを食べて、森田さん断面が美しい。ちょっとフグにやられてるわ。うぐす骨っていう。だからうぐす骨。だからうぐす骨。え、うぐす骨。これ石じゃん。だから、あのプリプリ感があるらしい。まだ気づいてない。あの弾力、あの弾力、まだ気づいてない。あの弾力、あの弾力、あの